朝ごはん食べまーす。ベジブレックファストビール。わあ、父ちゃん。ユイ is taking us grocery shopping. Grocery shopping. No. ユイ is taking us clothes shopping today. Yay. 昨日ね、お母さんから。手紙が届いて、その中にお小遣いがちょっと入ってたので、それでゾウちゃんにね、新しい服とか買いたいと思います。ゾウちゃんも同じの食べてます。お野菜と、お豆と、あとイチゴも食べたね。いや、美味しかった？美味しい？上手だね。ゾウちゃん、今モールに着きました。Jackson is so excited. I love shopping. 多分アメリカに来て2回目のアウトレットモールかな。最後にここに来たのはこっちに引っ越してすぐの時にお父さんとお母さんがね。一緒に連れてきてくれた時なんで7ヶ月ぶりのモールです。 You is gonna buy me ice cream. Sure. If that's what it takes. 買い物していきたいと思います。Time to go home. I'm just gonna get Starbucks. Don't eat them. Please don't eat them. This is so cute. ちょっと待って。Milk. よかった。待って。これがすごい可愛いけど40ドルだね。可愛いよね。これは可愛いけど履かせるのが大変すぎです。父ちゃん水あるよ。What you get? Right. Getting shoes for Zoe and shoes for Killer for his birthday. These are for Zoe. Shiny. These are for Killer. Let's go, Zoe.
はい、気を取り直しまして紹介しましょうか。イエーイ。よし、じゃあまずね、これゾウちゃん出しちゃったから、アルマーニエクスチェンジ。今日行ったのはね、アウトレットのモールなので、全部ね、アウトレット品で割引してあるものがほとんどです。で、アルマーニエクスチェンジでジャクソンの半ズボンを買いました。これが元値が70ドルで 50% オフで35ドルです。アメリカンイーグルで2つ買いました。オーバーサイズの T シャツ、私用のやつと、 T シャツが 11.98 ドル、12ドルくらいで、このね、バッグ買いました。デニムのバッグでスマイルが書いてある。そっちが、19ドルです。ナイキで買ったのが、ゾウちゃんの靴を買いました。じゃーん。パステルパープルかなの靴で、ゾウのサイズが今4なんですけど、4がなかったので、ありがとう、5を買いました。30ドルの 50% オフで15ドルでした。私の T シャツを、運動用のね、 T シャツ、こういうなんか伸びる、これが10ドルでした。今日はここにアディダス、この靴を、これがね、今のサイズで4、35ドルの割引聞いて20ドルでした。もう一個の方が、これはね、お友達の、息子さんがもうちょっとで1歳になるので、その誕生日パーティーにね、プレゼントで持ってこうと思って買いました。今回はオールドネイビーでいっぱい買いました。これまずジャクソンの T シャツ、暗いグリーンみたいな色のやつが8ドルです。ジャクソンの半ズボン、運動用のやつで、ストレッチが効いたやつで、これが25ドルくらいでした。で、ジャクソンのスウェットで、これも多分 50% オフで20ドルくらいでした。このね、ワンピース、首元が高いタイプのワンピースで、割引で10ドル40セントでした。あとはこの T シャツを買いました。こういう虹の柄大好きなんで、後ろにも大きくこんな感じで、オーバーサイズの T シャツ、これは確かね、15ドルくらいだったと思います。で、あともう一個、最後の私のやつが、このピンクのロンティーを買いました。ゾウちゃんの服はね、明るいショッキングピンクのものをいくつか買ったんで、その時に一緒に着れればいいなと思って、これ買いました。これは7ドルでした。残りはゾウちゃんの服です。まずね、これジャクソンが気に入ったので買った、スターウォーズのワンジー、これが10ドルかな。次がこのベージュのストライプのワンピース、これが8ドルでした。次がこの T シャツ、これかわいい色が、これが6ドルです。で、これに合わせようと思って、このバイカーショーツ、これが5ドル。これ、スウェット買いました。ショッキングピンクで、かわいいなと思って、15ドルくらいだったと思います。これ、ワンピースを買いました。ショッキングピンクのね、麻みたいな生地のやつです。かわいい。25ドルだけど、これ割引聞いてたかちょっと忘れたんですけど、なんか歩くようになってからワンピース着るとめちゃめちゃ可愛いんで、ワンピースばっかり着せたいなって思ってます。で、最後かな、これ最後がこの、これも T シャツのワンピースです。地球の柄かな、お花とか太陽とか虹とかね、虫さんとかいっぱい書いてあって可愛いなと思って、これも8ドルです。以上かな。私は結構ね、子供服はこういう派手で明るい色が好きです。で、オールドネイビーはね、30ドルのスーパーキャッシュっていうクーポンがあったんで、最後にね、また30ドル割引になりました。皆さん、今日もご視聴ありがとうございます。待って、バイバイは。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。もし、この動画がいいって思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。